こちらです。でで。いやー。生で見て一番可愛かったハロプロメンバー。うわー。でもやっぱ近くで見て、うわー。この感じでちょっと息を。ね、気持ち悪い。どうも、小川誠でーす。えなぎでーす。パイナップル斉藤です。そして、あったかいやかー。クマムシの長谷川でーす。ということで今回はですね、クマムシの長谷川さんがゲストに来てくださいました。よろしくお願いします。ようこそ。いやいやいや。お願いします。そう、以前ね、ラジオにも来てくださって、はい、それぶり、それぶりですね。それぶりです。はい。だからあの時の、井戸端ラジオの、井戸端ラジオの、このお三方が、こうして映像で見れるって。いや、この嬉しさあったらないっすよ。本当ですか？ああ YouTube でね。いや、そうです、書き初め見ましたよ。肘でね、肘でね、頑張ってたでしょ。そうそう、 もだいつつやってました。やってました。そうですね、YouTube 今更始めてるので、いやいや、もう何をねやっていいか分かんないんです。とりあえず YouTube っぽいものをやろうみたいな、うんうん、普通に書いてもしょうがないからね、まあ、っていうことで。素晴らしい、はい、いや、小川さんこうやって見れるの嬉しいっすよ。本当ですか？いや、あの長谷川にね来ていただいたのは、うん、あのラジオの時も言ったんですけど、はい、あの本当たまたまなんですけど、うん、ハロプロオタク、ね、ハロプロオタクだったわけです。嬉しいです。でもちろんうちにはもうヘビーオタクのヘナギさんがいますから、プロオタク、はい、共通点がもうキャスティング偶然したのに共通点があったって後で知ったみたいな感じで、そうですね、嬉しい。だから今日はちょっといろいろ持ってきてもいい？そうなんですよ。僕が中学校時代に好きだったそのモーニング娘さんの、はい、そのいろんな切り抜きなどを集めたアルバムです。おい、ちょっとお願いします。こちらです。でで。いやー、すごいのよ、手作り感がすごいのよ。これやっぱ見てほしいのがこの厚みなんですよ。ガチでしょ。でしこの厚みはすごいね、年季入ってんの。いや、すっごい。裏もちゃんと貼ってあるんだよ。そう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 。これ中見ていいですか？中見ていいですよ。やっぱね、このアルバムを作るにはだって、オタクの皆さんも多分作ったことある人もいると思うんですけど、このね、表紙を何にするか。確かにね。難しいですね。これは何の決め手は何だったんですか？これはね、I Wish っていう曲のシングルのあれなんですけど、これはもう、光をみんな指さしてる。あー、そうね。そうそうそう。みんなで、この先の未来へ、みたいな、ここから開くと、私たちのストーリーが始まるんだぞみたいなことをちょっとイメージしてこのジャケットにしました。なるほど、ね、人生って素晴らしいからね。これヘナギさんはちなみにこういうのを作ったりしてたんですか？僕はめちゃくちゃ集めて部屋中がそれでしたね。あ、なるほど。部屋に入るタイプ、もう部屋の空きがないぐらいポスター貼ってたりとか、はいはいはい、気持ち悪いタイプの。あ、いやいや、素晴らしい。いやいや、そんなことない。いやいやいや、ちなみにあの寝っ転がった時に真上にやりました。誰でした？それはもうあれですよ、内緒。いやいや、分かってるから。内緒、絶対石川さんだよ、絶対石川さんだよ。あ、そっかそっか。でもやったわ。やりましたね、すごい。あ、でも開くと、うわー、これカード出す。あ、カード出すなんだこれ。わー、20円入れて回すやつだだと思います、これは。すごい。確かに100円で3枚。あ、そう、結構高いんだ。すごいわ。これがいろいろすごい貴重面ですね。そうなんです。もうだって集めたくてしょうがなかったですよ、うん、すごい。だ当時の友達とかとちょっと交換したり、はい、トレーニングですね、交換したね。ナッチダブっちゃったんだけどさ、ナッチダブってんのみたいな。ごまきと交換しんない？すげえ本気。あ、でこれがね、これね、多分いいやつだと思う。カード出すのレアですね、はい、これね。あ、そうなんだ。いわゆるキラーカードみたいなことなんですけど。あ、これが周りがレアですね、はい、でこれ全員のサイン、当時のサイン入りの。やばー、はい、これね、ハッピーサマーウェディングでね、はい、これ僕高2の修学旅行で弾いた覚えがある。あ、本当ですか？うん。はー。え、長谷川さんは何をきっかけにファンになったんでしたっけ？はい、僕はあの当時の、まあ、アサヤンのオーディションはずっと見てたんですけど。あ、そうで、デビュー当時の。はい、そうです。そこからずっと追っかけてたんですけど、はい、そこまで入り込まなかったんですよ。何をきっかけにファンクラブにも加入するようになったんですか？これは、はい、完全にカゴアイという方が入ってから、やっぱりなんじゃこの可愛い子。なるほど、カゴちゃん推しだったんですね。はい、ザ・ピースとか。そうです、そうです。あの頃はもう最高潮の、最高潮でしたね。あの辻かご
のユニット、うんうん、W、まあ、とにかく大好きで、そこからですね、あ、なるほど、そこからファンクラブにも入り、はい、ここもこういうのも集めるようになったのは、じゃあそれがきっかけですか。そういうことです。それまでは知ってたけど、ここまでではなかった。そうですね、曲とかはまあ聞いてましたけど、なるほど、だからがっつりライブとかに行くようになったのもそこからなんです、はい、ついちゃん、かごちゃん加入してから、これも、あ、そうです、あ、それ何、懐かしいやつ、解放、懐かしい、これファンクラブの解放、やっぱ分かるんだ、変な人さ、これ見ても分かるよ。そうですよね、だってさ、当時はさ、今みたいにそのネットの情報がないから、これでしかコンサートいつやるとか、そうです、そうです、いや本当にそう、分かんないわけですもんね、うん、すげえな、すごいよね。2001年ですね、これ2001年、うん、ちょうどこれの後ぐらいに5期として加入したぐらいです。まだこれには載ってない、うん、この解放には。そうなんです、だからいろいろ僕も実家帰って探したりしたんですけど、はい、おばさんのやつが、ね、ないんです。なんでだよなんでなんだよ。いや、いや、ね、ちょっとさ、あってもいいじゃん、集めてたはずなんですよ、その捨てたな、メンバーも、いやいやいや、捨てちゃいないと思って、見せて見せて、絶対いないよ、だってここ小川さん入ってないですか、ここ入ってないんじゃない。あー、そうね、一応探そう、一応探してみよう、一応探してみよう。あ、そうっす、今探そうと思ったら安田圭さんのコーナーで、安田圭さんいるの、あ、だってもうほら、もう最終的にはかごちゃんかごめん、入る土地がないもん。うわ、なんか こんなこと絶対にオタク2人いる前に言っちゃいけないんだけど、ええ、気持ち悪い。いや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 、いいです、かごちゃんコーナー作ってもいいんだけどね。チケットも取ってある。いや、そうですよ、チケット、これ何のチケットですか。パラダイスイベント日比谷公会堂とかじゃないですか。日比谷公会堂2000年だからね。あ、まだ入る前だ、前、はい、2001年だもん。はぁ、2階の D 列です。2階の D 列すごいっすね。席取るのも大変なんですよ。いや、それは、ね、取れない取れない、すごいな。あのね、私が入ってる時の要素がね、見覚えがない。たまたまかこのアルバムがそうって言う。違う違う違う、多分どのアルバムにも入ってないよ、これは。だとしたらいる人の持ってくるもんだったら持ってくるもん、ね、これたまたまよ、ね、たまたまじゃない、絶対たまたまじゃない。だってね、でもこの解放持ってるってことは、はい、この直後の解放も、あ、そうですね、送ってもらったはずなんで、ね、はずだけど持ってないから、うん、はい、なんかこの直後に入ってるもんけど、やっぱモーニングをね、こんだけ愛してくれてたっていうのはやっぱありがたいことですね。いや、もうめちゃくちゃハマってました、すごいな、うん、いや、だから、これ、ね、ご覧の皆さんはもう、うん、プロモーションの長谷川がガチでちゃんとモームスを好きだったファンでしたと、ファンだったって分かったと思うんで、うんうん、はい、ちょっと今日はね、それに合ったというか、うん、企画をちょっとやってみようということで、それでは行きたいと思います、はい、自分が選ぶ〇〇なハロプロメンバー、楽しそう、はい、ということで、ここにはですね、オタクが2人と、はい、元ハロプロという、はい、もう完全に出来上がった状態ですよ、はい、あるので、はい、今からテーマを出します、はい、もう〇〇のハロプロメンバーっていうテーマが出てくるので、ヘナニさんと長谷川にはそれに答えていただいて、あ、でそれについて、もし小川さんが知ってる情報あれば、小川さんに補足をしてもらうという。言える、まあ、YouTube ですから、うん、言える範囲で、言える範囲でね、はい、やっていきたいと思います。はい、分かった。じゃあ最初のテーマはこちらでございます。生で見て一番可愛かったハロプロメンバー、うわー、1番に絞るの。いや、もうそれはやっぱ1人にここが絞った方が、うん、まあ、いっぱいいると思いますけど、なるほどな。それはライブを見てなのか、握手会とかで近づいて、うわなんかすごいみたいな感じなのかって、うん、めっちゃ寄ってきちゃう。あ、でもそれはもう、もし握手会とライブで違ったら2パターン言ってもいいです。あ、はい、すごいな。めっちゃ悩む。やだ、もうリアルでやだわ、なんか。難しい。いや、もちろん、小川さんも殿堂入りってことですよ。いやいや、もうやだ。ここは殿堂入り。絶対ね、もういいんです、そんな優しさ。そんな優しさいらないのよ。小川さん抜きでってことですよね。いやいや、あ、そうね、そう、ね、入れたかったら入れていいですよ。入れたかったら入れていいですよ。もう全然大丈夫。いろんなジャンルが来ると思うからね。そうですね。そうそうそう、じゃあまず、はい、長谷川からいってますか。わかりました。はい、じゃあそれでは、生で見て一番可愛いと思ったハロプロメンバー、誰？松浦亜弥さんです。あ、おー、まあ、ね、確かにな、ここは確かにな。僕、推しはかごちゃんだったんですよね、うん、はい、そのライブで初めて見た時に、うん、
そのデビュー曲のドッキドキラブメールっていうのを歌った時だったんですよ。でまだあんまり世の中で浸透してなかったんですけど、はいはいはい、松浦亜矢さん出てきた瞬間一人だし、うん、この子は何なんだろうと思ってたファンも多分いたと思うんですよ、うん、ただあの動きのキレッと、うん、あの歌唱力で、うん、会場全部を虜にさせた瞬間があったんですよ。そのライブに僕多分行けてて、はいはいはい、その間近で見て、うわこの子はすごいわ。へー、その時で松浦さんは15歳とか、うん、そう13、14くらいじゃん、そんなに若いぐらいだと思いますね、13、14とか多分。もう堂々としてるし曲もいいしね、絶対すごいことになるじゃん。まあ、確かに。でも言ってることは、あとやっぱそのテレビとかで見るよりさらにまた顔がちっちゃかったりするわけじゃないですか。そうなんですよ。すごくなんかそのスタイルのバランスとかも、うん、やっぱりテレビで見るのとは違うんだろうなっていうのはわかる。あの松浦亜矢さんと出会ったファンを題材にした映画が、あ、うん、ね、あの、あの頃っていう、はい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 、あのロッチのコカドさんとかも出てるんですけど、それ見ると大体その当時の俺と被るとか、あ、確かに、あ、なるほどな、握手会とかもあって、そうそうそう、もうね口開けちゃうんですよ、うん、はあ、うん、もうオーラがすごかったですか。スターなんだ、はあ、本当に。なんでこんなキラキラしてんの。え、でもそれを見てか、あのかごちゃんからそっちに行くってことじゃなかったですね。あ、でも松浦亜矢さんのグッズも集めてた時期もありましたけど、うん、結局やっぱあのバラエティとかに出てるかごちゃんも大好きなので、ああ、なるほどなるほど、はい、そこはブレずに、ブレずに、あ、わかります、言ってことはわかります。ちょっと推し編仕掛けたっていうところまですごいなって思ったってことですね、うん、そうですね、ちょっとだから別物というか、かこちゃんはデザート感覚、あ、松浦亜矢は、まあ、主食みたいな、それ逆じゃない、逆じゃない、逆です、逆じゃない、逆推しがメインじゃないですかデザートが面白いので、そうかそうか、そうでしょ、そうか、面白い、これはいいですね、なんか、じゃあこれ気になるヘナギさん、あ、そっか、僕もか、そうですよ、じゃあそれではヘナギさん行きましょう、はい、ヘナギさんが生で見て一番可愛いと思ったハロプロメンバー誰、藤本美貴さんです。おー、やっぱり二人ともソロみたいな感じ。そうなんだ。これは、理由があって、当時やっぱモーニング娘さんとか、全盛期握手会とかなかった時に、松浦さんとかは初期はあったと思うんですけど、行けてなくて、うん、藤本さんのボーイフレンドのリリースイベントを僕が中学生ぐらいかな、大阪まで行って、あ、なんか、しっかり握手会が初めてだったんですよね。で、6、7時間、夜音で並んで、夜音の階段とかを上がって、見た瞬間、あーみたいな、すごいみたいな。なんか、やっぱ顔ちっちゃい、細い。確かに。あ、なんか、同じ人間じゃないのがアイドルなんだって思ったのが、その藤本美貴さんの大阪夜音でのリリーベだったなって思いました。はぁ、なるほど。で言ってんだもん。来ました。中学生。羨ましいです。羨ましいです。でもやっぱ近くで見て、うわぁ、可愛いじゃないけど、なんか衝撃が。衝撃大きいですよね、多分。違うわ、これ。ライブとはまた違いますもんね、その近さと。そうです、そうです。で、ちょっとスラッとしたタイプの。シュッとしてね。方だったんで。衣装とかもちょっとシュッとしてたから全部。やっぱ当時の僕には、ドーンときましたね。衝撃の印象的にすごい残ってるんですね。はい。ミキシーさん、歌いながらその踊るとき、はい、結構その肩揺らしがちみたいなのもあるじゃないですか。あ、そうね。わかります。いや、それがやっぱね、ずっと目に残るというかインパクトあって、ね、印象強いですよね。個性ですよね。そうそうそう。なるほど。2人ともソロのメンバーですね。くしくもね、ね、それぐらいやっぱインパクトがやっぱソロが強いんですよ。でもそうかもしれない。二大巨頭ですね。二大巨頭ですね。確かに。はい。次のお題行きましょう。さあ続いてのテーマはこちらでございます。私が思うパフォーマンスが一番好きなハロプロメンバー。これはでもライブ含め歌番組とかのでも OK ですよね。カメラに向けてのパフォーマンスも含めってところなんですか。小川さんここですよきっと。きっとここですよ。じゃあさ絶対言ってね。っ絶対言ってね。さあじゃあ最初めっちゃ悩んでる。パフォーマンス。あえてやっぱ一人に絞るっていうところですから。一人に絞るのって大変だね。うん、いろんなのをトータルして自分の中でってことは。うん、だダンスが上手い人もいれば。なんていうんですか、レスっていうんですか、カメラ目線とか上手なメンバーもいたりするわけじゃないですか、うん、その2人の好みも含めて一番このパフォーマンス良かったなっていうのとか、
ああ、それでもいいですね。もちろん、もちろん。ああ、なるほど。はい。はい、決まりました。はい。じゃあ、長谷川からいきましょう。はい。パフォーマンスが一番好きなハロプロメンバー、誰？カゴアイです。ああ、もうやっぱり。ね。そこはね。まあ、ね、なんなんですか、やっぱりその、カゴちゃんの魅力。もうね、何度キュンキュンさせられたことか。はあ。チャーミングですよ、ね。チャーミング。それはすごく思います。で、タンポポっていうユニットで出してた、はい、恋をしちゃいましたっていうなんですけど、はい、その、ね、後半のね、間、なんていうんですか、後半ちょっと大サビに行く前の、ちょっとした音楽だけ流れてるところがあるんですけど、はいはい、そこで、鏡に向かって、ハハンみたいなのやるんですよ。ああ、その仕草が、俺、今でもですよ、うん、今でも全アイドルの中で一番好き。おそれはすごくない？すごい。それはちょっとね、探してみてみてください。そこ、ここに映ります。ここに見れますよね、探せば、はい、ここです。サムネがハッてやってるんだって、うん、ごめんなさい、間違えた。何？鏡に向かってやってんのはタンポポの他のメンバーが周りに後ろにいて、はい、でカゴちゃんが鏡の前で座ってて、はい、でそこでなんかお化粧みたいなして、ね、私可愛い、大丈夫大丈夫みたいな確認し て、で周りに大丈夫大丈夫って言われた後のカゴちゃんが足をこうパタパタさせながら、はい、ねえ、気持ち悪い。なんでこういう回じゃないの？こういう回大事大事気持ち悪い。こういう回ですよね。うんうんうんって聞いてたけど、うん、なんかもう隣で客観的に見たら気持ち悪い。僕の方がそう、今日は傍観者ではあるから、ね、二人にちゃんとした思いの丈をやっぱ言ってもらう。我慢しますね。そうですね。我慢しない。はい、そうそう。だから、このわーっていうリアクションと、ハフンってやるリアクションと、うん、その二つっすね。がもう、超えるものがないと。そうです、そうです。まあ、それだったら恋をしちゃいましたから、ラーメンを食べましてやっちゃったのところとか、あハイタッチでピョンって跳ねるとことか、あの辺もいいですよね。もう最後だ、全部が詰まってる、ね、かる。もうあの辺もいいよね。本当にね、可愛い、だからこれ聞きたいのは、その PV を撮影の時ってもちろん監督いるわけじゃないですか、うん、それは本人がアドリブである程度やってるのか、それとも細かな演技指導があるのか。あ、多分ねアドリブ多いと思います、うん、すごく多いと思う。その、なんか、大体こんなことやってねっていうのは見せられて、そこで自由にやるのはもう本人たちなんで。だから多分、その、かごちゃんから出た何かですよ。うわ、これ聞いたら。これアドリブなんだ。そうだね。かもしれないってことですよね。多分、私はその当時は知らないですけど、すげー。多分、こんな雰囲気を作りましょうねっていうのは説明されるけど、そこで多分作り出すのは本人たちだから、多分アドリブ、まあ結構あると思いますよ。その時だって何歳、12歳とか13歳、そうですね、それで全国の男性を虜にしてたんでしょ。さすがっす先輩、さすがっす先輩。そうか先輩か、うん、そうですよ、先輩、一期先輩だから。今の聞いたらちょっと、うん、さらにちょっと好きになっちゃうというか、もう今ちょっとすぐ確認してみて、これアドリブだったんだっていうの。じゃあすごいっすよね。じゃあ次ヘナギさんいきましょうか。はい、いきましょう。はい、じゃあヘナギさんが、一番好きなパフォーマンスが好きだったハロプロメンバー誰？ソロになった後藤真希さんです。おお、確かにかっこいい。あ、すげえいいな。やっぱりそのさっきの可愛いっていうパフォーマンスもいいんですけど、やっぱステージをやってる人間からして、ステージのパフォーマンスが全て心を持っていくような破壊力があったのが、ソロになってすぐとかの後藤さんがでして、その後藤さんソロコンね結構いっぱい回ってたんですけど、結構行かせてもらってて、まあ大抵プリーズゴーンとかスクランブルとか、まあアルバムがめちゃくちゃ良かったっていうのもあるんですけど、うん、やっぱ後藤さんすごくて、2回3回のお客さんも全部把握されてるぐらいの伝説をお持ちの方なので、もう本当にもう一人一人のレスとかあるじゃないですか、うん、もう全員にレスをしてる状態みたいな特殊能力を持ってたなとは思いました。なのでオタクがすごい熱量があって、はい、もう全国みんな回ってる人もたくさんいて、それを見てやっぱめっちゃ楽しい、汗だくで帰るみたいな、はあ、やっぱいいステージだった、いいライブだったなって思えるのが後藤さんのソロコンサートだったんじゃないかなと思います。へえ、うん、可愛らしいっていうよりかは、うん、そのエネルギッシュでかっこ、まあ、かっこよかったですね、パフォーマンスがすごく、はい、アイドルを一個通り越したパフォーマンスっていうのは分かりますね、はい、ダンス終わった後の、うん、このデデデデデバーンってなったこの感じでちょっと息を
ね、気持ち悪い。そのごまきめっちゃかっこいいです。わかる、わかる。やっぱ顔がショッとしてるから、なるやつね。もう、何やってもキモいじゃん。今割と普通に話したら、ね、今は。もう全部気持ち悪い。お母さん我慢してたから。我慢してたから。そうだ、まだまだ2回目。わかるよ。まだ次。それと虫返しで申し訳ないですけど、出なかったですよ、お母さん。本当だよ、私もそう突っ込もうと思ったよ。今ですよ、これですよって言ってるのに、全然自分で振っといて、母じゃないよね。ちなみになんか好きなパフォーマンスのメンバーとかいるんですか、小川さんは。すごく才能だなって思うし、事務所になっちゃうんですよ。わからん。一度デートしてみたいハロプロメンバー。わー